今日はね、そうだよ、花山さんの分もね、花山さんの分も頑張って、実は花山さん、ハイエナガールズ卒業したみたいで、ハイエナガールズよりもっとすごい大女になってしまって、今ちょっと、ハイエナガールズって活動できてないんです、花山さん。なんですということで、その分もね、卒業したあの人のためにも、行ってきたいと思います。よし、行く。私こういうショコラ系のチョコレートが大好きなんですよ。だからもう真っ先にショコラを取っちゃいました。食べるの楽しみえ、待って、めっちゃいい匂いする。え、やばいやばい、肉がめっちゃ入ってる。見て、スープパスタ。なんかね、トマトスープにパスタいった。見て、かわいい。今日からこの子、私この子を育てます。かわいい。なんとメロンのフェアも今やってるって。やばいね、これ絶対手汚れちゃうわ。たくさん食べるから君のまた別料金なので、それはご理解をお願いします。温度を始めます。あらよっと、だがずだがずだがずだが、今日の一日によろしくお湯を。はい、乾杯乾杯。いただきます。なんかすごいね、これスカッとしてて夏にぴったり。おいしい。ピンクのピーチがいいアクセント、八ロケの中の私みたいな存在になってて、すっごい美味しいです。おすすめ。普通のシェイクってこんな甘かったっけど、から甘くて美味しいです。やっぱりお豆とマッチしてますね。ヨーグルトはすごくすっきりした味なので美味しいんですけど、このジュレがですね、こう柔らかすぎず硬すぎず、だから混ぜてもしっかり溶けちゃうことはないんですよ。だからその色のジュレを食べたら、口の中でその味が広がるみたいな、とても美味しいです。ということでね、ここに今コースターが並べられてるということで、さあ八郎系のコースターは出るのでしょうか。出ろ。かのんちゃん出てほしいな。私出てほしい。出たらどうしよう。せーの、オープン。はい、八郎系じゃなかったんですけど、私の大好きな伊藤千恵里ちゃんが出ました。やったー。しゅうちゃん、私の推しメンなので宝物です。はい、私はクラウンポップの愛理ちゃんが、愛たん愛たん、かわいい。いや、これはね、私の家宝になります。ありがとうございます私はなんと、じゃじゃーん、桜エビーズのあかねそらちゃんが出ました。おー、私やん。違うか、違うか、ちょっともっと可愛いんで、そらちゃんはやったー、可愛いですね。もう私は持って帰りますねじゃん、 3B のあいらちゃんが出ました。後であいらちゃんに連絡したいと思います。すごい。はい、フードも到着しちゃいました。あしおちゃんの明太子パスタです。すっごい美味しそうね。トマトとか大葉とか彩りも綺麗で、早く食べたいなって思います。すごいね。でも多分これシュークリームになったと思うんですよ。ちょっとアイスにちょっとつけて食べたいと思います。美味しそう。じゃあじゃあ、はい、で私はですね、このシャチホコさんの何ですか、カツ、味噌カツ、絶対美味しい。これはもうたくさんたくさん味わいたいと思います。じゃあじゃじゃん。強い、癖が強い。私はクラウンポップさんのね、ハンバーガーを食べましたけど、クラウンポップさんといえばね、やっぱ王冠のマークがトレンドマークなので、ちゃんと王冠もあって、フォトジェニックインスタ映え。これでは、いただきますのはじめ。やっぱ長いよね。長い、全部が。右手を上げて、左手を上げて、私を挟まないでこっちに合わせましょう。はい、みんなでせーの、いただきます。ハンバーグがおいしい。なんかね、柔らかい。めっちゃサクサクです。サクサク。ちょっと暑いのでアイスから食べたいなって思ってアイスを堪能しているところです。いや、美味しい。なんでこんなに、BGM に浸りながら食べれるのもいいですよね。どっちか食べ終わろう。最初一口いただいてからみんな来ないと損するよこれ。本当に美味しい。こんな幸せな気持ちになれるのもしかないね。2000円札